らかになったオロチの存在。私たちは再び彼らが襲撃してきた時のために村の人が避難できる結界を村外れに張ることにしました。姫子、上見てごらんなさい。わ、何かあった時は村の人をこの結界の中に避難させましょう。本当に本当にうまくいったの？ええ、よかった。姫子大丈夫？ほっとしただけ。私ずっとチカネちゃんに迷惑ばかりかけて力になれなかったから、やっと少し役に立てたかなって。姫子と一緒だからできたのよ。姫子がいたから。チカネちゃん、朝食はお弁当にしてもらうから急ぎましょう。ごめんね、私が足遅いから。あ、狼くん、何かあったのか？あ、そうか。クリスガーさん。あ、そうだ、じゃあ学校で。クリスガー、お前の誕生日あんなことになっちまったから、これ。狼君、今度の日曜待ってる。狼君、今度の日曜待ってる。どうしよう。先生、クルスガーさんが隠れて何か見てます。クルスガーは何だ？何でもありません。試験も近いんだから集中しろよ。じゃあ次行くぞ。
どうしたの？うん、少しは食べないと午後の授業で倒れちゃうわよ。うん。何着ていくの？え？デートだから少しはいい服着ていかなきゃダメよ。デート？違うの？だって千金ちゃん、大神くんと私の学校のみんな噂してるよ。ベストカップルだとかお似合いだとか。なんだ、そんなこと気にしてたの？単なる噂よ。私と彼は何でもないわ。そうだったんだ。行きたいの？行きたいのね。大神くんはそばにいてくれたの。大神くんと一緒にいる時だけは楽しかった。怖くなかった。その後にどんなに辛い時間が続いても。それなら迷うことないでしょ。でも姫子が笑顔でいてくれれば私が嬉しい。それじゃダメ？千金ちゃん、決まりね。なんだと？マジかよ、うちの組のやつ。まあ、あの調子じゃ巫女の命はないわね。十周打ち切り。終わっちゃうの？つまんない、つまんないにゃ。変なこと言うんじゃねえ。月のおっぱいはともかく俺の姫ちゃんはやらせねえぞ。お待ちなさい。翼様の狙いは巫女ではないわ。おそらく七の首。七の首？そうよ、翼様にとって特別な存在なの、七の首は。これ全部？すごい。好きなの選んでいいわよ。もしサイズが合わなかったら直してもらうから。でも。そうだ、オトハさん、クルスガーさんのサイズ測ってあげて。かしこまりました。クルスガー様、服をお脱ぎください。ここで？はい。服の上からじゃダメですか？今後のこともございますので、正確に測っておいた方がよろしいかと。大丈夫、ここは私たち以外誰もいないわ。うん。これでいいですか？ではブラも外していただけますか？ええ？恥ずかしい、ドキドキするよ。お嬢様より8センチ小さいようです。そう、これをクルスガーさんのサイズに合わせて直してもらえる？はい、かしこまりました。しかしこれはご主人様にいただいた大切なワンピース。いいの、クルスガーさんに似合いそうだから。しかし。いいよ、千金ちゃん、私制服で行くから。ダメ。さ、次はアクセサリーを選びましょう。じゃあ、オトワさん、お願いね。かしこまりました。失礼いたします。はい、できたわ。ありがとう。ほら、やっぱり似合った。あとは髪型ね。いつもと同じじゃつまらないわ。例えば結んでみるとか。いや！姫子。ごめん。髪は自分でやるから。ごめんね。クルスガは
13時35分トイレ休憩。なんだいそれは。なんでもないです。怪しいな。デートの予定？違う。もしかしてクルス川さん？うん。ほんと、相馬さんは口の方はからっきしダメだね。いいですか？そういう時は。あ、もううるさいな。ちょっと。いいから出てってください。なんでもないです。ゆっくりしてらっしゃい。うん。昨日のことだけど、私。昨日？何かあったかしら？え？ほら、日差しが強いから、帽子はちゃんと被らなきゃ。ちかねちゃん。ほら、遅れるわよ。うん。よかった。気にしてないみたい。じゃあ、行ってきます。オオカミ君はそばにいてくれたの。いや！最初からジェットコースターじゃいきなりすぎるか。でも、でもこれじゃ時間が足りないし。狼くん。やっぱり待ち合わせを1時間早くしとけばよかった。狼くん。行こうか。そろそろ焼けるぞ。狼くん先に食べて。いいよ、クルス川から食えよ。うん、狼くんが。あ、やばい。ごめんね。いいよ、俺食うから。うん。
私が食べる。だって私のせいだもん。いいから。飯。あ、はい。飯は素の味だな。狼くん、そういえば狼くん、子供の頃もそうやってご飯食べてたね。そうか。狼くんって何でも一生懸命で、時々怖いくらいで。当たり前だろ。え？俺は何があってもお前を守るって決めたんだ。相馬さん、うまくやっているかな。あ、先生、どうした。翼くん、できました。そう、どうぞ。これ、温まりますよ。他のものには内緒になさっておいてください。ありがとう。今の。お嬢様。オトアさん、すぐ出かける準備を。わあ、綺麗。ああ、あそこが学校で、あれが千金ちゃん家ね。大神くんの家はあれだ。うん、覚えてるか。こんな風に二人で夕焼け見たことあっただろ。うわぁ、街が真っ赤。この景色は二人だけの秘密な。え？今の家でいじめられたり辛いことがあったらここに来いよ。いつでも待っててやるから。俺の気持ちはずっとあの時のままだ。狼くん、遅くなったけど誕生日おめでとう。自分はいちゃいけない人間なんだってずっと思ってた。私はみんなに嫌われてるんだって。私のことを好きになってくれる人なんていないんだって。でも千金ちゃんや大神くんと会ってそうじゃないって少しだけ思えるようになった。クルスガワ、怖がってちゃいけないよね。あの頃のことをいつまでも、狼くんが、つけてくれるかな。
あのな、俺クルス川のこと、姫子のこと、オオカミくん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 、あれは夜闇を越えて、しかねちゃん、私どうしたらいいのかな。